はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ5時ですね。11月は12日の日曜日でございまして、千代田区12度、この部屋は18度でございます。決して温度は高くないと、まあ暑くも寒くもないあたりですけどね、もうちょっと上がってくれてもいいかなという気はしますけども、贅沢は言えません。さて、ちょっと前ですね、10日に出ました CNN の記事にこういうのがございまして、米国への怒り、アラブ世界で高まる、米外交官がバイデン政権に警告ということでですね、ちょっと読みましょうか。バイデン米政権がアラブ世界にいる自国の複数の外交官から厳しい警告を受けていたことが10日までに分かった。イスラエルによる破壊と死をもたらす軍事行動を強力に支援することで、米国はアラブの世論の支持を一世代にわたり失いつつあると、これらの外交官は訴えている。 CNN が入手した外交公電で明らかになった。外交公電どうやって入手してんねん、ほんまに。国務省の中にスパイがおるやろ、 CNN の公電は米当局者の間で深い懸念を強調する内容。懸念は米国に対する怒りの高まりについてのもので、この怒りはイスラエルがイスラム組織ハマスへの軍事作戦を開始した直後から吹き出していた。イスラエルによる作戦はハマスが出国、ハマスが同国に仕掛けた先月7日の奇襲への報復。奇襲によりイスラエル人1400人余りが死亡した。我々はメッセージを発信し合う戦場で惨敗している。在オマーン米大使館から8日に寄せられた公電がそう指摘する。広範にわたる関係筋との会話を引用する内容で、彼らは信頼に足る冷静な人物たちと告げている。まあ以下続くんですけど、つくづく思うことはですね、いつもここで言うてるんですけど、バイデンというあのじいさんは外交センスがみじんもありませんね。珍しいですよ。なんなん君はという感じで、彼上院議員を長らくやって、多分外交委員会に見たことあるでしょうし、副大統領を8年やったんですよ。副大統領というのはですね、基本的にね、安保担当なんですよ。安保って簡単に国防ですね、担当なんです、基本的にはね。で、そういう安保というのはイコール外交を伴いますから、同盟国間の調整であるとかですね、対仮想敵国、まあ中国やロシアですね、対する対処法の、対処法の判断みたいなですね、そういう情報収集もありますし、つまり外交に関わることに経験値がないとは言えない経歴なんですね。で、あるにもかかわらず、彼の動きを見ていると、なんとも素人臭いし、わかりやすいし、なんと言いますかね、この、こう、稚拙ですね。ものすごい直接的なんですよ。こう固めていくとかね、こう裏から手を回すとかね、こうとうまくこう取引をですね、取引人も持っていくとかですね、そういう感じではないんですね。もともとアメリカってそういうこと得意ちゃうんですよ。そういう外交が得意なのはイギリスなんですけども、ローレンナという、ところがバイデンにね、じいさんのくせにローレンさがあんまり感じられないんですよね。もうすごい直接的なんですよ。いやー、なんていうかもっとね、もうちょっとうまくやれようと思うんですけど、今回のこれもそうですね、ハマスによるですね、攻撃が7日に起こりました。で、今ですね、あれですね、イスラエルによるですね、先月なのかね、イスラエルによるガザへの攻撃でですね、毎日ですね、ガザのですね、罪もなき民間人がですね、何百人も死んでるわけですよね。で、これに対してですね、バイデンは非常に曖昧な態度を取っているわけですね。で、イスラエルの支持は明快にしています。まあ、もう少しマシなやり方があるんちゃうかなと思うんですね。
なんと言いますかね、アメリカがイスラエル支援するのは知らないですよ、それははっきり言うて、別にそれをやめろっていうのは無理な要求ですけども、そのあからさまな支援をね、なんていうか、表明する必要はないんですよ、黙ってやったらええやん、黙って、で黙ってやってですね、その要はでも市民の命を奪うなみたいなことを言い続ける。で裏からこそっと回してればいいわけですけども、そういう感じでもないんですよね。あからさまにイスラエル支援やって言ってるわけです。弱いでもええこと言うなよと思うんですけども、それで結局ね、このアメリカの外交官たちが言うようにですね、アメリカという国はですね、四半世紀の信頼を失う、この後25年間アメリカはずっとアラブ系の人たち恨みをですね抱かれるということですね。決してね、だからね、その得なやり方ではないんですよ。いちいちイスラエルの支援なんか大きな声で言わんかっていいんですよ。そら裏からやったらええやん、そんな。どうせお前ら助けんやろイスラエルをと僕は思いますけど、できちんとね、あとはね、ハマスじゃないや、あのガザの人もね、援助の手を差し伸べてですね、どう言いますかね、こうイスラエルに対するそのアホなことすんなよという抑制も聞かせるべきなんですけど、そういうことをしている感じでもないでしょう。もうただひたすらアラブ人から嫌われてるっていう。アラブ人、あとはもうイスラム教徒からもよくは思われませんよね。イスラム教徒ってアラブ人になっちゃいますからね。インドネシア人もマレーシア人もイスラム教徒ですからね。パキスタン人も、バングラデシュ人もイスラム教徒です、あれもそうですね、アフガニスタンもそうですね。全体的からですね、イスラム教徒全体からですね、アメリカはと思われるわけですよ。なんでわざわざそういう立ち回りをするかなということですね。で、まあ、もうすぐ来週、もう今週か、もう今週の15、16らしいんですけども、習近平、と会談しますよね。多分あれですよ、何の情報も引き出せずに終わるんちゃうんかなという気がしますよ。多分そのひたすらね、バイデンのやり方見てるとね、まあ、正直なんですよ。ひたすら多分習近平に台湾行くな台湾行くなって言い続けると思うんですよ。あのね、取引というのはね、そのなんていうかこうディールなわけですよ。じゃあお前ら台湾行くなという代わりに何かを与えるか、もしくは来たらこうすんぞという脅しを用意しなあかんわけですね。で脅しの材料ある方ありますよ。君ら台湾に行く兆しを見せたらアメリカは直ちに台湾を国家として承認する、台湾独立宣言させて直ちに承認する。それでも行くかというふうな脅しをするとですね、嫌がるでしょう。それくらいのことを言うのがね、外交なんですけど、多分そんなカードも用意せず、ひたすら台湾やむとき、台湾やむときで言うだけやと思うんですよね。それでもう、こう、あからさまにですね、バイデン側から習近平に首脳会談したいと申し上げてるんですね。僕でもわかるレベルで、いろいろこう、やってるわけですよ。なんかね、下手くそですね。ディールなんですよ、本当に。トランプさんの言うところの。ディールというのは、こういうもんなんですよ。ただ、こっちだけこう言ってもあかんのですよ。そのあたりがですね、分かってないんですね、バイデンさんという人は。だからもう素人臭い、素人臭い。で、結局、アメリカは損することになるんちゃいますか。アメリカもともとね、その外交上手ちゃいますよ、僕から見てると。国際的な判断も間違ってばっかりですよ、はっきり言って。もう間違いの間違いの、一番の間違いは日本と戦争したことですけどね。もう間違いだらけなんですけど、また大きな間違いをしていかれそうな感じがしてですね、もう危なっかしいですよ、あのバイデンというじいさん。もう、次の選挙はね、来年の今頃でしょ、大統領選挙。それまでに台湾起こったらどうすんのと。習近平氏はそうなんですよ。こいつがいる間にやってしまうみたいですね。次もっと手強い大統領が出てきたら困るわけでしょ、習近平からするとですね。だからもうこいつが、まあ、任期中にと思ったら来年なんですよ。いや、ありえますよ、ほんまに。習近平みたいなね、やつからするとね、あいつもね、もう10年トップやってるわけですよ。で、大統領はオバマとトランプを見て、ほんでバイデンを見てるわけですね。3人見てるわけですよ。
だ誰が一番やりやすいかって言ったら、多分一番バイデンがやりやすいと思います。一番裏がないからです。ほんで何するか大体分かってるでしょ。いやだからアメリカの意図は全部見えてしまってるんですね、習近平に。いやアホですね、ほんまに。ということでですね、この CNN のですね、このアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。